こんにちは、クレドランです。今回はクレドランオンラインストアメンズスタッフの僕がおすすめするお財布2つをご紹介いたします。ご自身のお財布お買い替えにはもちろん、これからやってくるクリスマスシーズンのギフト候補として、ぜひご参考いただけますと幸いです。今回僕がおすすめするのがこちらの2つのお財布になります。こちらがトゥールウォレット、こちらがグランディスリムウォレットになります。まずこちらのトゥールウォレットの方からご紹介いたします。こちらのトゥールウォレットはクレドランオンラインストアで一時は再入荷してもすぐに完売してしまうほどの大人気商品でした。僕がこのトゥールウォレットでおすすめしたいポイントが2つありまして、1つ目が使いやすさ、2つ目が長財布にも負けない収納力です。こちらのお財布はラウンドファスナータイプになってるんですが、このファスナーがすごく開きやすいのでとても使いやすいです。そしてこのお財布を開くとこのように蛇腹構造になっていて、この蛇腹構造のおかげで中がすごく開きやすいですし、さらにたくさん物が入るので、この見た目以上の収納力っていうのを叶えています。特に収納で気に入っているポイントがこの L 字のコインケースと、こちらの、右側の奥のマチ付きのポケットです。コインケースはすごく開閉がしやすくてスムーズにアクセスできますし、本当に大きくガバッと開くので、コンパクト財布にありがちな小銭が取り出しにくいってことが全然なくて、本当にお会計がスムーズに行えます。マチ付きのポケットは僕はもともとコンパクト財布派なんですけども、カードを結構入れたい派なんですよね。そんな僕でもこのマチ付きポケットがあることによってカードをガサッとまとめて10枚ぐらい入れておけるので、とても重宝しています。長財布に負けないくらいの収納力を誇っているのに、操作性にも優れている、そんなコンパクト財布です。続けてご紹介するのがこちらのグランディスリムウォレットです。グランディスリムウォレットはその名の通りとってもスリムな長財布です。片手で持っても全然圧迫感がないスリムさが魅力です。このグランディスリムウォレットで僕が推しポイントとして挙げているのが2つあります。1つ目が革の質感、2つ目が使いやすさです。まずこちらの革の質感がとっても気に入っていて、このグランディスリムウォレットはモストロレザーというレザーを使っているんですが、モストロレザーというのが別名で化ける革となっています。その名の通り、本当に使っていくうちにどんどん表情を変えていって、一番最初は白っぽく薄い色だったのに濃く、そしてこの風合いがとってもワイルドに変化していってて、その表情の変化がすごく楽しめるアイテムとなっています。結構表面が繊細な質感なんで、こうやってたくさん傷がついたりしてるんですけども、その傷も悪い感じじゃなくてすごくワイルドにいい感じに見せてくれるので、結構お財布を使っていて傷をつけてしまいがちな僕にとっては、傷もいい感じにワイルドに見せてくれるこのグランディスリムウォレットはとてもお気に入りの商品です。そしてこの見た目の良さだけじゃなくて操作性も外せないポイントです。こちらは L 字の長財布になっているんですが、この L 字もすごく開きやすいです。すごくスムーズにファスナーが走るので、本当にお会計もさっと行えます。そして中を開くと一目で全て見渡せるオープンタイプの収納になっているので、本当にスピーディーにお会計が可能です。特に気に入っているポイントがこのオープンコインケースです。オープンコインケースは使う前はすごく心配だったんですけども、使ってから本当にこぼれることも一回もなく、さらに本当にファスナーを一回開けたりとかっていうそういう工程がないので、もうさっとお札を出してさっと小銭を出せるっていうスムーズにお会計が本当にできます。容量的にも長財布のベーシックな容量を備えていますし、この快適な操作性もあってグランディスリムウォレットの使い心地にやみつきになっています。というわけで今回はクレドランオンラインストアメンズスタッフの僕がおすすめするお財布2つをご紹介いたしました。ご参考になりましたら幸いです。そしてクレドランオンラインストアではただいまクリスマスフェアを開催しております。
ご購入金額に応じてもらえるレザーペンケースとレザーブックカバーのノベルティープレゼントや、クリスマス特別仕様のギフトラッピング、そして通常ラッピングの無料提供、さらに送料無料キャンペーンなど様々開催しております。各キャンペーンの詳細は公式ホームページのトピックス記事にて紹介しておりますので、この特別な機会にぜひご覧ください。